マイケル・チミノ、マイケル・チミノは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、著作家である。1939年、ニューヨークのイタリア系アメリカ人の家庭に生まれる。1956年、ロングアイランドのウェストバリー高校を卒業。チミノは、ミシガン州立大学に入学し、グラフィックアートを専攻した。同大学には3年間だけ在籍し、 イエール大学に入学。在学中の1962年には陸軍予備役に入隊している。イエール大学卒業後はマンハッタンで広告業界の仕事に就き、TV コマーシャルの監督として名を馳せた。1971年、ロサンゼルスに移り住み、脚本家に転身する。ダグラス・トランブル監督のサイレント・ランニングとクリント・イーストウッド主演の ダーティ・ハリーにの2作品の脚本を書く。1974年、クリント・イーストウッド主演のサンダー・ボルトで監督デビューを果たす。1978年、ベトナム戦争に罪を取ったディア・ハンターでアカデミー監督賞を受賞。1980年、天国の門を監督。しかし、撮影日数の超過やセットの組み直し。 作中では重要ではない機関車の調達などを行い、制作費が4400万ドルにまで達し、工業収入は350万ドルを切る莫大な赤字を出した。結果、制作のユナイテッドアーティストが倒産する映画災害を引き起こした。以降数年間映画界から干されることになる。1985年、ディノデ・ラウレンティスの制作で、イヤー・オブ・ザ・ドラゴンを監督する。 2001年初の小説ビッグ j ンをガリマール出版社より出版する。2012年の第69回ベネツィア国際映画祭においてペルソール2012賞を受賞したほか天国の門のデジタルリマスター版が上映された。2016年7月2日自宅で請求したことが発表された。死亡日時や死因は不明。77歳没。 ありがとうございます。